8月5日旗揚げのリングから20年、今までにない苦しみに世界が喘ぐ中、リング上の人間模様、肉体と精神をもって表してきた男たち。生きるとは戦うこと、前進は終わらない、それがプロレスリングのあの魂だ。今後マサキタミヤの魂、節目の団体20周年記念大会第1試合で出陣という意義。230ポンドマサキタミヤ、強く強く見せつけてくれるはずです。パンコツ神の象徴マサキタミヤ、今後20年前は2連戦、そして今2020年も2連戦、そこに今年デビューから30年を迎えます。年輪の一区切りがこのプロレスリングのは20周年。このリングに生きることが己の使命、宿命、そう言い切れるはずです。手拍子とともに反選手会同盟、斉藤明俊、黒い道具とともに107番の斉藤明俊、さあこの後楽園ホールへ、さあいかにくさびとして打ち込むか、斉藤明俊の戦いが始まります。2020年8月4日東京後楽園ホール、プロレスリングノア20周年記念大会 2days の初日です。さてノア中継スタッフともにコロナウイルス対策を行ってお届けしております。実況市川克也、そして放送席解説はスポーツジャーナリスト佐久間和彦さん、そしてオフィシャルコメンテーター小橋健太さんです。お二方どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします、はい、よろしくお願いします。さて佐久間さんに伺いましょう、はい、この斉藤明俊 VS マサキタミヤから始まるっていうところは、これ思うところ随分あるんじゃないですか。そうですね、まあ最初ね、斉藤はノアの旗揚げイヤーのね2000年から参戦している選手ですしね、はい、その一発目にこう斉藤が出てくるということで、もう骨太の試合をね見せてほしいですよね。まさに今そのショルダータックルからもそれが伝わってまいります。うん、小橋さん、はい、やっぱり真っ向勝負ってことになるんでしょうかね。そうですね、先日6月の GHC の選手権も、はい、斉藤いい試合しましたね。6.14、はい、塩崎豪戦、はい、すごかったですね、凄まじかったですね。そうですね、だからそのままその思いをそのままこの試合にぶつけてほしいという思いがありますね。そんな中で打ち勝ってマサキタミヤは混合の一員です。さあ今日はバルコニーからこうして小橋健太さんも見つめています。さあ場外戦となりました、逆水平、それからエルボー前腕部のあたりも顎に打ち込んでいくのがマサキタミヤです。切り返してくる、それでも返ってくるとカウンターの形、うん、小橋さん思わずも声が出てますね。斉藤選手調子いいですね、凄まじい当たり見せますね、うん、井上雅夫選手とのコンビというのも反選手会同盟あるんですけれども、小橋さんやっぱりシングルファイターとしてっていうところ、うわー、うん、ジャンピングパイルドライバー、また強く打ち出したいっていう気持ちあるんじゃないでしょうか。そうですね、でもタッグが非常にうまい選手でもありますね。そうですね、はい、佐久間さん、この2人はまさにその GHC タグを巡っての戦いだったり、グローバルリーグでの対戦だったりあったんですよね。そうですね、まあ、やっぱり北宮としては斉藤を、ね、しっかりここで倒しておかなければタイトル戦線には入っていけないわけですよね。6月の大会で斉藤はチャンピオンの塩崎相手に非常にいい試合をしていますから、そこに、ね、こういい形で勝てば北宮もタイトル戦線というのは、ね、当然見えてきますから、ここはしっかり勝っておきたいですよね。そうですね、GHC ナショナル
ル王座挑戦者決定トーナメントというのもファイナル進出がありましたね。そうですね、やっぱり本当にあと一歩というところの試合が続いていますからね、とにかくやっぱり欲しいのは結果ですよね。そこに北宮にしてもシングルファイターとしての勲章がかかってくる、そんな未来を思い描いていることでしょう。それから佐久間さん、混合勢としては主催大会で稲葉大輝に北宮は勝利したりしていますけれども、はい、混合ってまだタイトルないんですよ、ね、そうですよね、やっぱりユニットとしての存在感はあるんですけど、結果がね、なかなかついてこないというところは、ユニットの存在価値っていうところにも関わってきますしね、今日は剣王がタイトルマッチがありますから、はい、そこにこう勢いをつける意味でもね、オープニングマッチでここで北宮がいい試合を見せたいですよね。小橋さん、ここまでの展開っていうのはどんな風に映ってるんですか。まあ、今の段階ではまだまあ五分五分ですね、うん、15分一本勝負です。この20周年記念大会デパーチャー2020デイワン、うんうん、串刺しラリアット、いいですね、いいですね、うん、この辺りも重量感は十分、2人ともそうです。これが武器、うん、手拍子の中、超対空式ブレインバスター、この対空時間の長いブレインバスターはね、小橋さんの得意技でもありましたけど、斉藤選手もずっとこのね20年間これを使い続けてますよね、そうですね、今落としました、重みあり、カウントは2。小橋さん、でも本当にお客さんたちが帰ってきてくれたっていうのは、7月の後楽園ホールもそうでしたけれども、そうですね、はい、本当に嬉しいですね。そうですね、この手拍子、声は出せないんですけど、この手拍子がすごくなんか気持ちいいというか心地いいというかね、はい、そういうものを感じますね。手拍子が始まるのがちょっと早いんですよね、反応が。そうですね、だから選手たちもすぐこうやる気になってると思います、はい、そこに力をもらってと斉藤、1990年12月20日デビュー、つまり佐久間さん、今年はデビュー丸30年を迎えるんですね、うん、そうですね、まあ、2月にね、その大会、名古屋の大会があった時にも、俺はもうまだまだ行くぞというね、宣言がありましたし、本当に老け込むつもりはないですよね。ここもチョークスラム、確かに衰え知らず、この GHC を見ていたら、はい、全然衰えてないですね、あの試合が29分22秒、スタミナとしても素晴らしいですよね、はい、そうですね、気持ちがね、素晴らしかったですよ、この表情、これにも気迫がみなぎっている。打撃は極真会館の空手が土台、それから佐久間さん、本当に元をたどればですけれども、バックドロップの体勢、この技にも歴史を感じさせる、2009年6月の節目を乗り越えて戦い続けているわけですね。そうですね、トーキックから、うわ、これも重み、2人ならではの戦い、佐久間さん、感じさせるんじゃないですか。そうですよね、まあ、先ほどね、斉藤に対空時間の長いブレーンバスターを食らっていますから、北宮もね、得意としている技なので、やはり同じ技を返していきましたね。意地も発生するでしょう。北宮の方は2011年9月25日デビュー、レスリングでは西日本学生選手権優勝がありました。2014年3月4日ノア入団、そして稲葉戦の後にはこう語っています。野心、気持ち、暑さだけでは上にはいけないと、それをその体に刻みつけて戦い続けています北宮。さあ、そして斉藤明俊、2000年10月ノア参戦、ローリングしてのキック、小橋さん、こうした攻撃どうですか。いいですね、あのね、スピンキックは非常に、ね、危ないんですよ、だいぶは斉藤選手のスピンキックは、はい、速さもありますよね、あの顎をね、顎に入ってくるんで、これは気をつけた方がいいですね。その骨のある部分、硬い部分を顔面に当て込んでいきます斉藤、はい、うわ、アイアンクローへ、右手、もう一発、ボディへ聖剣突き、ロープに走ると、おお、リープフロッグ、いざカウンターで左、小橋さん、よく見ているんじゃないですか。見ていますね、うん、
さあそして佐久間さんまたこれいきますね、うん、そうですね、やっぱりこうねかつてのパートナーであるバイソンへのね思いというのもね込められていると思いますよね。あのバイソンスミスさんを思い描いてそのまま叩きつけていくアイアンクロースラム、これもカウント2つ。うお一瞬小橋さん斉藤笑いましたね今。そうですね、にやりと表情を変えました。まだここからだろうという気持ち、裏剣から何発も何発も今顔面に入りましたね。まともに捉えましたね、北宮もここで何とか行きたいな、うわーシークルです。これは北宮が見ています。佐久間さんこれだけは食らってはいけないということでしょうね。そうですね、ここは何とか回避しましたけど、まだピンチですね。バックを取られるとエルボー、体全体を使ってという混合の正北宮、一人の男としてもというリング上、20周年記念大会 2days の第1試合一発目です、そこにエルボー、小橋さん力入りますね。入りますね、これは大事な一戦ですよ、両者ともに大事ですよ、これは。そうですね、ここからさらなる未来を見据えてのラリアット、けさぎりチョップ、そして叫びながら飛び込むとスピア、相手の突進力をもう生かしてカウント3、一発で決めてしまった正木神谷。小橋さんすごい破壊力でしたね。そうですね、タイミングが良かったですね。ということですか、タイミングが、いやそれにしても佐久間さん、はい、斉藤の攻撃も重量感あって、さえも見せていたんですけれどもね。そうですね、あの最後はね両足をしっかり押さえていたのも北宮良かったですよね。もうああなると返しようがありませんかね。そうですね、斉藤としてはちょっとね不覚を取ったという印象かもしれませんね。あーですからこうして悔しさをまだ前面にという斉藤明俊。小林さん、はい、勝った正北宮にぜひ一言ください。いや北宮はねこの勝利を多分また頑張ってほしいですね、はい、この一勝があってということですね。そうですね、はい、プロレスリングのは20周年記念大会の一発目は正北宮が金剛が飾っています。今日かなり押されるような試合展開でしたけれども、持ち味の打たれ強さは見せれたんじゃないでしょうか。いつだってそれぐらいの攻撃を受け切る体を作ってんだよ。GHC の全挑戦者に勝ったというこの結果についてはどういう感じですか。まあタイトルマッチ決まってる連中もいるし、軍隊で大一番やるやつもいるし、でも俺は何にもないんだよ。見ての通りだから、一つ一つ段階を上げて、俺が見てるところは N1 ビクトリーだ。それと、明日でのは20周年ですけれども、その20周年に対する気持ちというのを聞かせてください。そういうのはお客さんが感じてもらえばいいのかな。僕らはいつだってベストコンディションでベストな試合を日本全国、今はこの辺だけかもしれないけど、どこへでも届けられるように、もちろんテレビネットも使って届けられるようにしてるから、そこを感じてもらうのはお客さんのことだ。今日メインでは健吾選手がベルトに挑戦します。今後についてもこう勢いをつけたいところですけど、そういうふうにしょう。これ以上足踏みしてられないからね、もう瞬時登場ってことだよ。これで結果を出して2020年の後半は今後だ。